4日、名古屋市の河村市長を表敬訪問したのは名古屋市出身でソフトボール日本代表の後藤美宇投手です河村市長は後藤投手にメダルをかけてもらうと突然マスクを外しメダルを噛む行為に及びましたこの行為に対して SNS 上では多くの非難の声が上がり市長のツイッターにはあまりにもひどい腹立たしいなどのコメントが寄せられました こうした声を受けて河村市長はコメントを出しかじる行為は愛情表現だった金メダル獲得は憧れだった迷惑をかけているのであればごめんなさいとしています。